これは、ある女と馬の奇跡の物語である。かつて、ある女の子が馬に生まれ変わるという奇跡が起こった。彼女の名は美咲。父親の名は大、母親の名はアスコである。美咲は日本で育っているのにもかかわらず父親と母親の名前を疑問には思わなかった。美咲は幼い頃から競馬への憧れを抱き、毎週のようにテレビ画面に釘付けになって馬たちの雄姿を見つめていた。その情熱はどこから湧いてくるのか、彼女自身もわからないほど深いものだった。穏やかな春の日、美咲は広大な牧場で過ごしていた。彼女は馬たちとの触れ合いを楽しみ、大自然の中で元気に駆け回っていた。美咲とその家族はイタリア旅行に出かけた。イタリアの街並みはとても素晴らしく目を疑うものばかりであった。すぐに帰ってくるつもりであったが、しばらく滞在することにした。ある日、美咲は木々の間から差し込む光に誘われるように走り出した。足音が鳴り響く中、彼女はどこか遥かに導かれるような感覚に胸を躍らせていた。突然、光と音楽が美咲を包み込んだ。彼女の周りはまるで夢のような世界に変わっていた。まばゆい光がきらめき、美咲の体は少しずつ変化していく。鼻先から伸びる長い鼻、足の筋肉がしなやかに太くなり、まるで馬になる瞬間を迎えているかのようだった。美咲の心は一瞬にして馬の心に変わり、彼女は新たな驚くべき感覚を味わった。獅子が地面にしっかりとつき、力強く飛び上がる感覚は、女の子のままでは到底感じることのできなかった喜びと解放感だった。美咲は自分自身が馬に変わったことに驚きつつ、喜びに満たされた。彼女の髪は風になびき、興奮と誇りに満ちた眼差しで世界を見つめた。これからは美咲という名前ではなく、新たな名前として馬たちに呼ばれることになるのだろう。美咲は馬に変わった瞬間にイタリアではなく日本の太陽の光の下にいたことも驚いていた。美咲はきらめく光の中で躍動し、大自然を飛び越えるような喜びを感じながら、新たな冒険への一歩を踏み出したのだった。彼女の物語は今、競馬の世界へと綴られていくのだ。美咲は自分が馬となり競馬の世界で輝きたいと心に誓った。彼女は厩舎に収められ、日々の猛訓練に励んだ。走ること、飛ぶこと、そしてチームワークを重んじること。美咲は他の馬たちと切磋琢磨しながら成長していった。そしてついに、美咲は1600メートルの競馬大会に出場するチャンスを手に入れた。レース当日、美咲は周囲に静寂が広がる中、入念にストレッチをして調子を整えた。彼女の姿勢は堂々としており、一瞬たりとも不安らしさは感じられなかった。スタートの合図が鳴り響くと、美咲はしっかりと地面を蹴り出し、まっすぐなラインを保ちながら全力疾走した。競争相手たちは先頭を争いながらも、
彼らを見据えてミサキは自身の力を解き放った。その姿はまるで風を切り裂く一片の流れ星のように美しく、見る者の心を魅了した。ミサキは絶対的な速さで追いつき、最終コーナーを回り、ゴールへと駆け抜けた。ゴールの瞬間、喜びと感動の声が競技場に響き渡った。ミサキは見事な逆転劇を演じて、1600メートルの競馬大会で優勝したのだ。彼女の勇姿は、人々に夢と希望を与え、努力と情熱の力を再認識させた。ミサキは馬としての生まれ変わりを果たし、競馬の歴史に輝く1ページを刻んだのである。彼女の物語はまだ始まったばかりであり、ミサキは新たな挑戦や冒険へと向かっていくことだろう。その姿勢は一度も変わることなく、彼女は夢追い人として未来を駆け抜けるのである。気づいた人はいるだろうか。父親の本当の名前はダイではなくダイワメジャー。母親の本当の名前はアスコではなくアスコルティ。そう、有名な競走馬である。勘のいい人はもう気づいているだろう。その二頭の娘といえばアスコリピチェーノである。アスコリピチェーノは母親のアスコルティから連想して付けた名前であり、イタリアの都市名である。そう、これはアスコリピチェーノが NHK マイルカップを優勝する話である。人間だけでなく馬にも感情はあるのである。この物語を得て NHK マイルカップに臨むとしよう。ということで私の本命はアスコリピチェーノである。もともとは人間なのだから知能が高いに違いない。優勝するだろう。レースが近づいたら買い目を発表する予定である。